アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。さあ、55kgファイト、クラッシュ青春塾寺戸信親対ライズターゲット梅原孝之の戦いです。さあ、飯谷選手、はい、同門のクラッシュ寺戸が出陣してきました。はい、非常に楽しみにしてるんじゃないですか。そうですね、楽しみですし、もう兄弟みたいなもんなんで不安ですよね。もう怪我しないかどうかなんてことを思うんで、はい、頑張ってほしいですね。はい、そんな中でローキックの攻防から入っているようです。クラッシュ VS ライズの戦いはライズがまず先手を打っています。そんな意味でも寺戸の方は白星マストということになりそうですね。そうですね、まあ、2人にその、ね、クラッシュ代表とかっていう気持ちがあるかどうかわからないですけど、うん、やっぱりこっちからしたら、はい、しっかりクラッシュ側に勝ってもらいたいという気持ちはあるんで、うん、それに対して遠い位置からのフック、そしてまたロングレンジのローキックがあります寺戸、うん、テクニシャンとしてはもうだいぶ定評がありますよね。そうですね、パンチからローキックやっぱり瞬発力がすごいあるんで、早いですよね攻撃が。梅原選手もミドルキックローキック返してくるんで、はい、うん、技も綺麗な選手ですね。非常にバランスがいいですね。そうですね、カットなんかもうまいんで、うん、はいはい、やっぱり蹴った時にそうですね、ガードされるってことは、うん、結構厄介なんでね、うん、ここは一旦距離を取ります青いグローブ梅原、うん、梅原はターゲット伊藤隆代表の愛弟子です。生粋のライズファイター。寺戸の方は第24代全日本キックバンタム級王者、そして M1 バンタム級王者、二冠王に輝いた2009年でした。ここはブレイクの声、よく相手を見ているようですね。そうですね、打ち終わりに左ミドルキック、そして右ロー、いやーよく両優ですね、上中下右左、そうですね、打ち分けてますね。はい、考えてやってますね、お互いに。ここはパンチのクロス、そのクロスする時間が長い、うん、寺戸パンチからロー、押して梅原、この打ち合いどちらのペースというふうには判断つきますか。そうですね、1ラウンド目っていうのはやっぱパンチとロジックを寺戸君が有効に当ててるように思いますね、このラウンドは、うん、ここから、まあ、お互いがどうつなげるのか、はい、宮原選手も、うん、膝とかミドルキックも得意だと思うので、はい、うん、この辺をいつ使ってくるのかっていうのはありますね、はい、そしてその攻撃の打ち終わりですよね、うん、はい、そうですね、打ち終わりもあのカットとか、はい、スウェーだったり、バックステップというのをしっかりしてるんで、はい、宮原選手まともにはもらわないですね。戦して9勝梅原対する、これがもう28戦目になります。21勝を挙げているのが赤クラッシュの寺戸です。足を組み替えてローキック、ミドルに対してはワンツーのパンチ。さあ第2ラウンド、井上選手、はい、まず寺戸サイドからですね、どう出てくるか推測できますか。そうですね、まあ、この本当に微妙な距離の取り合いなんで今っていうのは、はい、うん、でお互いに前足をうまく狙ってやってるんでね、ここからどっちが深く入っていって、はい、うん、自分の攻撃を当てるかっていうのが溝になると思いますね、うん、しっかりカットするんでね、やっぱりこの辺は寺戸君もやりづらいでしょうね。いやでしょうね、うん、この第2ラウンド序盤の出方を見て梅原サイドはいかがでしょう。そうですね、やっぱりもらいっぱなしにならずに技のラリーを続けることっていうのは癖になっていると思うので、だから一方的な展開にはならないですよね、はい、しっかりカットしてしっかり返すだとか、ああいうふうに返すんでやっぱりもらって、はい、あ、マイゲリー、そうですか、打ち合いができる、もうそれが身についているということですか。そうですね、もらいっぱなしにならずに返しながらどっかで相手を攻弱点を狙うというか、はい、はい、隙を見つけていくっていうスタイルが、そうですね、言ってもらったように今染み込んでいると思いますね。スウェーバック蹴りを見切って左ボディアッパー、右前蹴り、
いやもう技の数がいくつ連結するのかわからない戦いです。そうですね、この階級の2階級王者、二冠王寺戸、左アッパーからここは首を手繰り寄せるようにしますが離れます梅原。ここも一旦外してからになります梅原です。右ロー、第2ラウンド残り1分になります。どうですか梅原の方もまだ譲りませんか。プレッシャーをかけ始めましたね。やっぱりしっかりガードした上で、はい、右ストレート、身長差っていうのが少しあるんで、はい、そこをやっぱり活かして、はあはあ、そうですね、やっぱ体の預け方っていうのがさっきの水戸選手と一緒でやっぱり、うまいんで、はい、選手相手を下がらせてのローキックというのは有効ですね。やりづらいと思いますから、ね、168cm 梅原、166cm 寺戸、そうですね、構えの関係もあるのか、やっぱり直立してる分、上から覆いかぶさってるように見えるので使い方がうまいですね、はい、そしてパンチはストレート、直線的な拳が中心なようにも思います。梅原相手を崩した後にこうローキック、ミドルキック出るんで、これはいいですね、印象がすごい。あ、この後ですね、そうですね、はい、寺戸も同様に来ます。手数で寺戸打ち終わりはどうだ。ここで第2ラウンド終了です。さあクラッシュ VS ライズ対抗戦です。対抗戦第1戦はライズが勝利しています。連敗は許されないクラッシュ側寺戸、2連勝といきたいライズ側梅原、連打連打、もうここもほぼノンストップ、右飛び膝ガードの上から、いやもうこじ開けてしまえというところなんでしょうね。強引ですね、はい、寺田の攻撃に対して左フック、右ストレート、梅原、梅原は非常にガッツもあります、粘り強い、気が強いですね、お互いに本当に絶対に諦めませんよね。はい、そして 55kg 級をもっと盛り上げたいというのは2人ともかねてから口にしています。そうですね、あの寺田の方はファンイベントでも、いや自分も大舞台へ行きたいんだなんていうふうに話していましたからね。そうですね、興味が感じられますね、はい、それを実現するためにはさらなる勝利が必要です。対抗戦では M1 でも前田裕樹に勝利、そしてワンロックウィラサクレックとの接戦がありました。寺田対抗戦でも強さを見せてきた寺戸がどうだ、アッパーから膝、梅原もまだ自力を残しています。もう体の芯も強いですね。そうですね、覆いかぶさるというか前に出るのがうまいですね、はい、うん、ここも同じようにきます。顔面への有効打はあまり食らいません梅原。右ローキック寺戸、押して右左の蹴り梅原、瞬発力自体は寺戸君のがあるんですよね。押し合いがうまい下手っていうのはやっぱりこの競技において結構大事なところになるので、そこが分かってやっぱりやってますよね梅原選手、そして今もしっかりカットしていましたね、そうですね、カットうまいですよね、寺戸がそれを感じていたか、今膝の横のあたり、ロキックさらにパンチ引かない梅原、残り1分を切っています、あのボディもいいですね、脳は見えている梅原、押し合い打ち合い、そして距離を制し合う、右アッパー、ここで距離を取ってから前に出る、今ボディを見せてから右のパンチ、ああいうアイデア面白いですね、手数は豊富です。顔面のガードはしっかりしているように見える梅原、そうですね、前蹴りで止める、湧き上がる歓声の中、さあ残り時間ラスト10秒、もうカウントダウンが始まっている、ここで足を止めました、飛び膝、近い距離から躍動感を見せつける、いやそして精神力を見せましたね。そうですね、引かなかったですね、最後まで手出してすごいですね。
こちら寺戸、表情自体は冷静そのものです。とにかく9分間全く止まりませんでした。そうですね、梅原選手下がらないんでやっぱりやりづらいですね、寺戸君も。本当に下がらないことの重要さというのはよくわかりますよね。そうですね、本当にそうですね。1人目寺戸、2ポイント差、いや1ポイント差、寺戸こちらも29対28、3対0、クラッシュ側が1つ返しています。寺戸野口が判定勝利。